はい、速稼塾の久保です。前回はね、ちょっと取り乱して怒りの動画を作ってしまいましたね。大変失礼しました。で、今回はね、冷静にお話ししていこうかと思うんですよ。で、テーマは2つですね。最悪な状況だからこそ最善を尽くせというのが1つです。で、もう1つはですね、最悪を想定して毎日生きろってことですよね。これは似てるようで、だいぶ違う概念になってくるんですけども、まず1つ目、最悪の時こそ最善を尽くせってのはどういうことかっていうと、多分、今店舗をやってらっしゃる方は特になんですけども、まあどんな事業体にしてもですね、これね、最悪の状態が今来てる、そしてそれが良くなるどころかますます悪くなるっていうのがなんとなく見えるじゃないですか。あらゆる会社で従業員が解雇になったりとかね、それから仕事そのものがないわけですよ。生産も消費もこの世の中から急速に冷え込んでいってるんですよね。この状態の中で頑張ることがないんですよね。で、多くの方が口を揃いというのは、国に支援をしてもらおうと思ってるってことなんですよ。もちろん、人々のね、国民の生命や財産、それから産業を守ることは国の役目ではあります。ですけども、一生私たちの暮らしを守ってくれるわけではないんですよね。例えば1年間ぐらいは、まあ、平等にね、面倒をなんとなく見てくれるかもしれませんけども、3年後、5年後、10年後も国にお願いすれば何とかしてくれるのかなってことなんですよ。それが最善を尽くすことではないと思うんですよね。で、今ね、給付金が100万とか200万とか、それから、無利子無担保のね、融資が行われてって言いますけども、それって限界あるじゃないですか。結局は、融資にしても返さなくてはいけないと。もらえるお金にしても100万か200万。要するに、一息つける程度ですよね。どうしようもないわけです、そんなものでは。あ、年間でいくら使うのかわかりませんけども、100万や200万って1年の寿命を延ばすことにもならないんですよね。物によったら1ヶ月分だと思うんですよ。家賃で飛んで終わりみたいなね。で、そう考えていくときに、今は最悪な状態で、さらにそれがですね、半年、1年、2年、3年と良くなる見込みがないわけですよ。そうなってくるときにどんな最善を尽くすのかってことは考えなくてはならないと思います。まあね、私もね、どんな最善が尽くせるのか、それはすぐには出てこないです。ただ私が最善を尽くせるのっていうのは、まあ今できることを全部やるってことですかね。で、今までとあんまり変わんないんですよ。できることを精一杯やると。そしてできることが今までの人生で少しでもね、増えていったんだったら、必ず突破口はあるってことなんですよ。私たち人間は最善を尽くす中で、これだってものが必ず見つかるんですよ。でも最善を尽くさずに状況に任せていれば、それはね、崩落しかないんですよね。流れに任せてどっかにね、流れ着いちゃうんですよ。なかなか厳しいんじゃないかなと思います。そしてね、普段、もう一つの概念ですけど、普段から最悪を想定して生きていますかってことなんですよ。例えばね、今回の騒動っていうのは確かに予測がつかなかった部分が多いですよね。しかもこんな早くなっちゃうわけですから。ただその代わり、そのね、予測できないことってのは私たちあるんですよ。それはまあね、100歩譲って仕方がないとしましょう。じゃあ代わりにですね、予測できることへの対策は何かしていましたかってことを今ね、ちょっと胸に手を当てて考えてみてほしいんですよ。日本で言われてるのは首都直下型地震、そしてですね、東日本大震災の第2波、はい、余震が続いてますよね。まだあります。南海トラフ地震。地震だけにしても、この3つが、もう明日起きてもおかしくないと。遅くても30年以内に起きるぞと言われてるわけですよ。じゃあそれに対して何か備えてましたかってことなんですよ。備えていたら、少なくとも豊洲に店は出さないと思うんですよね。東京には住んでいないと思うんですよ。そして南海トラフを本当に恐れているんだったら、その準備として、まあ、四国とかね、太平洋側にはいないと思うんですよ。いろんなことを考えて、最悪を想定したら私たちがやることって何だったのかなと。収入源としては少なくともインターネットを活用しない限り、店舗や事務所を構えてしまうと、そこがね、こういった地震によって閉鎖されるっていう可能性が非常に高いじゃないですか。そして食料や水の備蓄っていうのも当たり前のようにやっていかなくてはなりません。どうですかね、今回の感染症に対しては何も準備ができなかったかもしれませんけども、じゃあ代わりにもうね、推測できることに対しては準備してましたかってことをね、もう一回考えてもらいたいんですよ。多分ほとんどの方が、じゃあ南海トラフに備えてましたって言ったら、そういえば備えてないねってことなんですよ。じゃあもう100歩譲りましょう。どんな危機に備えて生きてきましたかってことなんですよ。どんな危機に備えてました？例えばね、明日心筋梗塞になって入院してしまうかもしれないっていうリスクに備えてましたか？明日もしかしたらね、癌になって、その余命がね、半年だって告げられるかもしれない。そんなことに備えてましたかってことですよね。
であとミサイルの問題ありますよね。近くの国からミサイルが飛んでくると、そんな警告が何回かスマホから鳴ってですね、びっくりしたと思うんですけども、あれも警告音が鳴らなくなってきたら、あれに対しての準備ってのはしなくなっちゃいましたよね。いやいや、ミサイル飛んできたんだったらどんな準備ができるんだって言われますけども、うん、確かにそうですよね。じゃあ何もしてないんじゃないですか。どんな危機に対しても結局何もしてないんじゃないかなって私は言いたいんですよ。まあ、ちなみにミサイルに対してはミサイルが飛んできたらね、15分ぐらいで着弾すると言われてますけども、15分間の間に私はできることがもう準備されてるんですよ。2クリックすると私の限定公開動画が一部ね、遺言として YouTube に上がることになってます。まあ、これで十分かなと思ってるんですよ。最後の一声をね、あ、これから寿命はあと15分ですと、最後にこのメッセージを送りますみたいなこともね、録画してありますからね。ということでね、私はね、最悪を想定して、もうすでにその最悪に対応することはやってるんですよ。そして対応することはやってないってことは、その最悪が来た時は諦めようと思ってるんですよ。さあ、いろいろとも話しましたけどね、まとめるとですね、私は今日が人生最後の日と思いながら、今日一日を精一杯生きてるんですよね。まあ、ですんでね、前回の動画で店舗を閉めましょうって言ったのは何かっていうと、店なんてやってる暇がないってことなんですよ。店なんてやってる暇に、家族を愛することとかね、それから自分の人生をしっかりと考えておくこと、健康に過ごすこと、なんか危機に対処すること、いろいろあるんじゃないかなと思うんですよ。というのがね、店をやりながらでもそれができればいいですよ。でも店をやった挙句、儲からないし、悩みは多いし、人間関係で悩んでるし、いいこと一個もないわけですよ。当然お金もたまんないと。じゃあそのお店をやるっていう度量がないわけですから、もうちょっと余裕ができたら店を出したらいいんじゃないかなっていうことなんですよ。で、何もね、一生店をやらなって言ったわけじゃないんですよ。キャッシュフローがうまくいって、インターネットビジネスなりなんなりでね、大きな利益を上げて、もう借り入れもそんなに必要ないよと、リスクは少ないよっていう状態で、まあ、3000万ぐらいのね、開業資金がいるような店舗とか、まあ、1000万でもいいですよ。1000万の開業資金がいる、そういうようなビジネスやればいいんですよ。だって借り入れ1000万とかでスタートして儲からなかったら悲惨ですよ。毎日毎日借金が膨らむわけじゃないですか。で、私はね、3000万ぐらいの借金までは私は鈍感なんで耐えられましたけども、通常の人間はそうはいかないですよ。1000万超えたあたりでもう毎日ね、借金が気になって、金利が気になって、もうあんまり周りの人にもいい顔できなくなってくると思いますし、なんか妙にね、人に対して腹が立ったりするかもしれません。平常心ではいらないと思いますよ。で、そういうのもね、いろいろと考えながら生きていかなくちゃならないですよね。で、今ね、私はどちらかというと危機に対して、もう明日死ぬかもしれないっていう危機に対して備えるってことをお話しました。今日の動画のまとめではもう一個の備えに対してちょっとお話しさせてください。それはですね、長生きしてしまった場合のリスクです。どうですかね。もう今日が最後の一日かもしれないっていうね、そういうリスクは準備してないにしても多くの方がね、気づいてると思うんですよ。やらなければならないなと、悔いのない一日を送らなければならないなって感じると思うんですよ。でも今度はね、こっちの方が厄介ですよ。長生きしてしまうリスクです。周りの自分の愛する人は先に死んでしまってですね。で、友達ももういないと。そしてなんとね、自分だけがなんとか長生きしてしまった。95歳、100歳、105歳。もう自分にもう近づく人はいないと。自分を保護するような制度もないと。お金もないと。でも長生きはなんとなくしてしまった。このリスクに対してどういうふうに耐えていくのかってことなんですよね。何か喜びや楽しいことを見出せますかね。それから、そんな年齢になるまでに、何かね、自分を支えるべきミッションというのが自分で見つけられるでしょうかってことなんですよ。で、私はですね、何歳になっても、長生きしてもそのリスクに迎え撃つ、その準備をもうしています。二つあります。一つはですね、収入源です。もう一つは生きる喜びです。この二つ、もう用意してます。多分、吉谷さんも同じ答えを言うと思いますけども、そうですね、YouTube ですね。YouTube を私は死ぬ日までやりますね。で、吉田さんと同じで、死んだその瞬間もどうにかして私は動画を残します。そして YouTube にアップロードします。まあ、その頃まで YouTube がね、健全であってくれればですけども、そうしたらおそらく私もですね、 YouTube のアップロード本数は100万本にいってるかもしれません。で、その頃はね、おそらく吉田さんという方をもう失った後で、こんなにね、バカみたいに YouTube やったやつ、俺と吉田さんぐらいだよな、もうすぐ吉田さん行くからね、みたいな感じで最後臨終のとこを迎えると思いますけども、でもね、 YouTube をやると同時に収入源もあるわけじゃないですか。年金なんて耐えらなくてもいいんですよ。 YouTube が私にずっとね、貯金というかね、お金を入金してくれるわけですよ。 YouTube に支えられて、 YouTube を支えて、そんなね、持ちつ持たれつの関係を YouTube でもやっていきたいなと思いますよね。ここまで考えてると、私はね、
ビジネスに悩んでる人は全員 YouTube やれって言いたくなる気持ちもわかるでしょ、まあ、カレー屋をやるのもいいですし、ダーツをやるのもいいんですよ。でもそれ実際あなたがその店やらないといけないんでしょうか、ね、それによって苦しめられているんだったら、それはもうちょっと後でもいいんじゃないかなっていうのが私の考えなんですよ。で、コンサルするときにそういうこともお話ししました。素直に聞いていただいた方ね、今まあ順調とは言わないかもしれませんけども、即死するようなね、そんなライフスタイルではないと思うんですよ。でも反面、カレー屋をやってしまった、続けてしまった方、今みたいな状況が来た時にね、困りますよね、うん、でもその方はおそらく南海トラフに対しても備えてないんですよ、うん、食中毒に対しても備えてないのかもしれません。 O157 みたいなのがねブワーッと急に広まった時って手も足も出ないかもしれません、まあ、他にもね、結局なんかね、まあ何でもかんでも備えればいいってもんではないんですけども、あまりにもビジネスに対して無防備なんですよ、ね、でコンサルさんをつけたけども、コンサルさんもそこまでビジネスをしている人のことを考えてくれてるのかなと。コンサルという自分の仕事のためにはやるけども、コンサルを入っている、コンサルをするべきね、クライアントさんのためにどこまでやれてるかなってことなんですよ。もしクライアントさんのために全身全霊を注いでるっていう本気のコンサルさんがいるんだったら、この状況でぜひね、改善案を出してもらいたいと思うんですよ。生き残る術を。私はね、YouTube をやることだと思いますよ、ね、で、店舗のコンサルに入ってる方、YouTube できますか？ YouTube どのぐらい凡事徹底して動画をたくさん作れます？そしてその YouTube で収益を得てますか？チャンネル登録が増やせますか？どうでしょうかね。店舗のコンサルをする人が YouTube 一つ満足にできないでは、これはですね、もう現代のコンサルではないですよね。旧世代型のコンサルです。ということで、これからの時代、特に今みたいなね状況になってしまうと、今までねやったつもりでやってきてない人は全滅すると思います。厳しい話ですけども、真面目にやってもダメなんですよ。ちゃんと時代に合ったものをやっていない限り、真面目にやっても成功が果て尽きるまでやったとしても、それは消えていく方に入っちゃうのかなと思います、ね、苦手分野であるインターネット、パソコン、これを避けてた人はここで旅が終わるかもしれません、ね、そういうふうに考えてですね、私は今日もメッセージを送ります。なぜなら私はこうやって YouTube を撮るだけでこの暮らしがあるんですよ。隠居生活もう4年ですよ。誰とも会わず、誰とも関わらず、どこにも出勤せず、でも豊かな時間と豊かなお金、豊かな自分の人生を過ごして、家族をとてもね愛して、両親には恩返しをしてね、私はね、自分でこの人生が YouTube によってもたらされたこと、本当に感謝したいですね。だから感謝してるから、YouTube に恩返しをしたいと思います。どんな恩返しかというと、YouTube をやる人が増えることだと思いますし、その YouTube によってね、自由な人生を構築する人が一人でも多く出れば、YouTube に恩返しすることになるんではないかなと思いますけどもね。それではね、今回は、素直というテーマで、吉谷さんが動画を送ってくださいましたんで、私も素直というテーマで送り返してみようかと思います。店舗経営者の方は特にね、厳しいと思いますけども、頑張ってください。頑張っていきましょう、はい、私もできる限り発信させていただきます。失礼します。